熊本のですねイベント情報をご紹介して、あの体操を踊ってお腹をすかでブースも張りましょうかね。はい、じゃあですね、今日ご紹介しますのは10月15日熊本県ではあるねイベントが行われます。熊本なんですか、皆さんにお伝えしてください。皆さんの読解力ですね、これはね。あ、僕が、あ、上手って。皆さんのおかげなような気もするけどね。はい、では10月、よかよかそがんことせんでよか。10月15日はですね、八代でですね、花火大会が行われます。6時からですね、花火上がりますので、もしですね、お時間あるよっていう方は、八代にですね、足を運んでほしいと思います。観光のですね、パン、シュワ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 、分かったけど、スマホ好きとね、それね、チカチカキラキラ光るやつが好き。ああ、そうなんだね。はい。あ、すだれすだれ。いや、分かった、そんな言うてる場合じゃない、そんな言うてる場合じゃない。他にもですね、観光のパンフレットも、皆さんで言いますと、右後ろの方にございますので、ぜひですね、興味がある方、手に取られてほしいと思います。それではですね、もう、くまモンですね、ふざけてばっかりいますので、早速あの歌をですね踊っていきたいと思います。熊本体操ですね。